残された時間はあとわずか。部屋には爆弾。赤か青、間違った方のケーブルを切れば爆発してしまう。ニコちゃん、時間ないよ。どっちを切ればいい？赤。いや、まだ青の可能性も残ってる。一体どっちなの？ニコちゃん、早く。待って、今考えてるんだから。もう限界だよ。だって時間が。またゲームオーバー。難しいね、この謎解きゲーム。難しすぎなのよ。難易度ノーマルなのに。ノーマルどころかベリーハードよ。それにしてもニコちゃんが謎解きゲームにハマるなんてね。この前花代ちゃんたちと一緒に行った宝探しイベントの影響？まあね、あの時気づいちゃったのよ。テレビやネットでは謎解き系のバラエティ番組も多いじゃない。これからの時代、歌って踊れて謎も解く、そんなスクールアイドルが必要とされる時代が来るってね。だから今のうちから謎解きの素養も養っておこうってわけ。とか言って、私にはただゲームにハマってるだけにしか見えないけどな。ふん、これもれっきとしたスクールアイドルとしての活動の一環よ。さあ、カナン、続けるわよ。次こそ謎を解いてみせるんだから。わかった。じゃあもう一回チャレンジしてみよう。さあ、ゲーム再開よ。